はいどうも赤星せよ赤星待ちますティーン始まりました。今回行きましたのは宮下パークですね。宮下パーク、はい、あの渋谷の新施設です。最近新しくねできた、そうです、こちらですね、昨年の7月にオープンした、もともと宮下公園があってぶっ壊して施設を作ったと、全国的にも有名になった施設ですが、その1階にですね、渋谷横丁という飲み屋街がね入ったんですよ、の中の、大黒さんというところに今回行ってきたんですね。まあ、だからこの飲み屋街はあのかなり近くにあった立ち飲み屋さんとか結構ここに入ったっぽいんですね、なるほど。ただ現在ね緊急事態宣言の中にあるんで、お酒の提供全然してないということでね、この大黒さん自体はちょっとお休みなんだよね、あ、そうなんですか。そう、だけどもともと出前という方式やってるんで、いろんなところで食べられるんで特別に出してもらいました、はい。でです、見てください、ラーメンこれこんだけ食べられるんですよ。いろいろありますね。尾道ラーメンもある。尾道ラーメンもありますね、平塚タンメン、沖縄そばとか、まあ、台湾ラーメン、九条ネギ、京都ですね、富山ブラックなんかもありまして、その中のガッツリ豚そば、ガッツリ豚そば、はい、これがなんとね、インスパイア系として、あらまあ、あるんすね。そうなんです、遠目に見てもちょっともうね感じですけども、到着したのはこれです。ガッツリ豚そば大盛りにして野菜増し増しとニンニク増し増し、コールもあるんですか。一応あの伝えることはできました。はい、なんですが、油がありません、で辛めのコールもない、ただしニンニクと野菜はなんと増し増しが可能ということですね、はい、そこら辺ちょっと面白いですけども、でですね、あの豚、増せるかどうか、調査が必要ということで、調査中がね、その調査結果出た試しがないんですけど、いやそうね、迷宮入りが結構多いです。いやマジかよ、はい、デフォ2枚、で出来上がり直前にね、あのニンニク入れますかとかは、ちょっとやっぱ遠くのお席にいた場合ちょっと難しいので、あーなるほど、食券というかあのオーダー制ですけど、オーダーするときにちゃんと言いましょう、はい、はい、よろしくお願いします。さあその豚ですよ、これですね、これまあ本来、お肉専門のお店なんで、やっぱ豚はねこだわりを感じましたね。なるほど、とっても柔らかい三枚肉ということで、これがねちょっと甘みがあったね、そこがすごく美味しい、本当は増したかったね、はい。さあどんどんいきますか。野菜はあ平均的シャキです、平均的なトーンでいきます。マシマシにしない場合はね、これ二郎の野菜少なめ、っていったコールよりもさらに少ない。ああ、そのやっぱジローがね、まあまあ、すごいから。はい、スープ乳化してますね、いい具合ですが、これマイルドなんですけども、やっぱりねこの施設外国人の方いっぱい来ますよ、ああなるほど、絶対、はいはい、で誤ってこれを頼んでしまったらですね、あこってなるから誤ってね、いろんな人の濃度に多分合わせて、ということですね、はい。さあそして燃料も調査をしておりますが、調査してください本当に。メニューに大盛り書いてなかったんで、100円で増せるっていうのはこれ重要な情報です。あなるほど、はい、で内はねもちもち感非常に強いです、縮れてますね、中太麺だと思いましたが、この渋谷横丁の中で一番極太でしょう。なるほど、ただ、麺量これは普通のラーメン屋さんの大盛りくらいかなと、お酒の横に置いとくのはいいでしょうという感じですね、そしてニンニクの量は凄まじかった。ニンニクはね、そう、さらに粒でかいです。はい、もう何十カラットあったか分かんないぐらいのでかさでした。あ、カラットで、辛いから、しかも辛いから、いやいや、ちょっともう勘弁してくれよ。いやちょっとね、油断禁物ニンニクということで、ね、油を立ってるからって油がないからって、ね、油断、あ、そんなこと言ってる間にですね、来ました、はい、北海道の美味しい醤油です。ちょっと多かったな、飲む量。そうですね、ちょっと3.4 ということでね、これなんとですね、美味しいんです。まあ、美味しい醤油ってね入ってますから。ただまあ忘れちゃいけないんですけども、これあのね昆布醤油なんですが、はい、大黒さん休業中なのでね、別のお店の椅子を借りて撮影してるんですよ、つまり僕は北海道ブースにいたんです今回。ああそういうこと。だから北海道の美味しい醤油がある。これはもうイレギュラーっすね。イレギュラー中のイレギュラーです。はい、
ただね、うん、あのこのイレギュラーといって、舐めてかかってはいけない、うん、めちゃくちゃ熱いんでね、はい、よく冷まして、うん、小話ではない、小話ではないですか。あ、さ、水城飲み屋っぽいな。いやー、これですよ、ジョッキで来てね、このジョッキがね、うん、めちゃくちゃキンキンに冷えてんすよ、やっぱいいですね、これがやっぱ飲み屋のね、これからの時期すごいいいですね。あ、そうそう、また一気に爆飲みして、うん、ドスンと行きましたが、うん、ここでですね、うん、別のメニューせっかくなんで、あ、なるほど、ちょっと見てみたい、はいはいはい、少しだけね、うん、まずはね、唐揚げです。あ、唐揚げも全国ですね、全国ですね、食べ比べできますよ、まあ、北海道ザンギ、大阪マウンテン唐揚げ知らないですけど、あ、広島レモン唐揚げ、あります、福の唐揚げ、福の唐揚げ、そして餃子です。うわら、餃子もこんなに、栃木餃子、あ、大阪一口餃子、うわーある中で、うん、一番下肉餃子はちょっと弱いと思うけどね。弱いって言うな、こんだけ弱い、弱いとは言うな、肉餃子がいいだろう、自信あんだろ、ある、ありますか、肉餃子、すごいじゃないか。僕は注目したいですね、肉餃子弱いって逆に強く見えるけどね、強く見える、まあ、あということで一応ね、はい、あの申し上げれば828、うん、発売してますということですけど、ね、やずや、やずやか、うん、あ、何でしょうかこれは。いやー、ちょっとね、どう、何でしょうか。はい、食べ終わった後ね、ちょっと屋上まで上がってみたんですね、宮下パークの、したらね、うん、なんか芝の手入れをね、あ、これ芝の手入れなんですね、手入れをしてるんですよ、芝ルンバ、芝ルンバと、まあ、言っていいのかもしれないですけども、芝ルンバですね、ただこいつね、よく見てほしい、うん、こいつの動きはね、うん、前に障害があるとね、うん、止まるんですね、あ、で進行方向、芝ルンバっすね、じゃあ、芝ルンバ、これ影に反応して、あ、影かよ、マジかよ、こっからこいつ出れないんですよ、これこいつ、このね、すごい狭い区画だけ駆られてってる。で、あとは歩道側に行って、うん、あー、あー、行けば、どうなる、あ、止まるん、あ、そこは止まるんだけど、それはまあまあまあ、それはちゃんと止まるんだけど、はいはい、いや、じゃあもっと、ね、広いところ行って、ね、広いところ行って、うん、ちょ、あ、いいよ、そのまま、はいはい、はいはい、はい、頑張れ、はい、はい、うん、はい、お、お、戻る。何の動画？何の動画っすかこれ？いや、こいつこのラインから出れないから、うん、日が暮れないと別のとこ行けないっていうね。うん、何の動画？いや、ちょっと、まあ、ちょっと面白いけど。面白いと思って。はい。はい、この、なんですかね、機械だけどほのぼのしますね、はい、渋谷でもこういう光景、まあ、もしかしたらここだけ集中的にこいつが借りたいだけかもしれないけども、意思を持ってる、意思を持ってるかもしれないけどね、2分ぐらい立ち尽くして僕はこれをずっと、あ、そう、撮ってました。あなただけじゃないですかこの芝刈り、一応長いな、長いっすね、ずっと撮ってんだ、まあ、一応ね、どんな場所なのかちょっとね、こういった、うん、スターバックスなんか、うん、なんか ねやっぱ渋谷だけどなんかちょっとね、そう、開けた感じで、そうなんですよ、いいですよね、あの空が広い渋谷からお送りいたしました、はい、歩くだけ楽しいんだよね、ということで、うん、大黒さんでございました、はい、皆さんもね、宮下パーク行ってみたら、うん、まあ、お酒の提供が始まったりしたらまた賑やかにはなると思いますので、はいはい、感染に気をつけてですね、そうですね、行ってみてください、はい、ごちそうさん、いいよ、you